だけど石をこんだけ切って磨くの大変だよね。普通の乗用車みたいなやつに乗ってさ、それに乗ってずっと回るの？あ、そう、バスじゃなくてマイクロバスみたいなんじゃなくて、これ石を取ったもんで湖ができたのかしら。そう、水深は40から50あるんですが、こちらはですね、上の方に崖があるんですが、崖の方から見ていただいて、今度ですね、奥の方に行きますけど、奥山採石場とあるんですが、こちらは今も採石を行っている場所です。でそちらの方で見学をしていくんですが、今日ですね、大型の重機だったりとかダンプとか動いているかと思いますので、ちょっと安全気をつけながら向かおうと思います。では出発しましょう。あちらの車ですね、2名ずつ乗っていただければ。稲田石の説明しますね。正式名称が稲田白御影石と言います。とにかく色が白いということと、こちらの石ですね、岩盤が大きいので大きな石取り出すことができるようになっています。で黒い粒々があると思うんですが、この黒い粒々が黒ウモと言いまして、全体の 3% 入っています。で日に当たるとキラキラしている部分があると思うんですが、こちらが石英と言いまして、これがですね、透明の部分が集まると水晶と呼ばれるものになるんですね。でこれがだいたい全体の 30%、 そして残りはですね、長石と呼ばれる白石、これが全体の 60% と、あとはですね、ところどころに鉄分とか他の成分が数パーセントだけ入っています。こちらはですね、ドリルで穴を開けた場所なんですけど、この中に葉っぱと呼ばれる少量火薬を詰めていきました。で葉っぱはですね、火薬の中でも優しめな方なので、割と他にこうたくさん割らずに、その部分だけを割ることができるんです。採石というとダイナマイトを使ってというイメージがあると思うんですけど、ダイナマイトを使ってしまうとですね、とにかく威力が強いということで石が粉々になってしまうんですね。ここはですね、本当に大きく取れる石というのが魅力なので、ダイナマイトを使ってしまうとその良さが引き出せません。ここですね、水面まで高さが35メートルで、両翼が300メートル、水深が40から50ぐらいあるんですが、こんな感じにすり鉢状に掘ってるんですね。なので水が大変溜まりやすいということと、あとは岩盤が非常に硬いので抜けにくくなっています。湧き水と、あとはですね、雨水も。はい。雨水もですね、一緒に溜まっていきまして、年間だいたい3、4メートルくらい今溜まり続けています。年間3、4メートルなので、あっという間にですね、カフェのあたりまで数年後に来てしまいそうなんですが、実はですね、今ポンプで水汲み出しているので、この状態保っています。2014年まで掘り続けたんですが、2014年の時点でこれ以上掘っても良質の石が取れないということと、あとはですね、65メートル地下掘っているので、日が昇ってくるのが非常に遅いです。日が昇ってくるのが10時半なんですね。今度は日が沈むのが今度は早いんです。3時には日が沈んでしまいます。地下65メートル真っ暗になります。なので、非常に作業時間が少ないんです。あとはですね、皆さん、漬物石ぐらいのこのくらいの石でも持ち上げる力ってすごくかかりますよね。まして65メートルからこんなに大きな石を重機を使って持ち上げていく力、大変コストがかかります。なので、そういった3点、ありまして、2014年で採石の方ですね、終了となりました。中国産の安いものを使ったんですが、なぜ値段に差があるかと言いますと、中国産も大陸も古いんですが、石も古いんです。石の年齢が10億年ぐらいになります。で日本の大陸、日本の方はですね、土地がまだ若いということで、こちらの稲田石がですね、できてから6000万年、もう10億と6000万年、かなり差があります。石としては6000万年、まだまだ若く、風化も劣化も、するのが遅いそうです。なので、その差がですね、金額と、出ています。こちらの大きな山と右側の小さな山は60年前一つの山としてつながっていました。なので今皆さんが立っているところというのは山の中、岩の中だったところなんですね。で一番上ご覧いただくと、すごくゴツゴツしているところがあると思います。あちらはですね、先人の手掘りでして、
のみとハンマーだけを使って掘っていきました。ドリルをたくさん使用するのでとにかく粉塵がその分出るんですね。体に悪いということでその方法は今行っていないです。で今度下に降りてくると、すごく綺麗に掘れてるところがあると思うんですけど、あちらはですね、ワイヤー層というものを使っています。ダイヤモンドの石の硬さというのがモースコードという石の単位で10あるんですが、こちらの石はどのくらいだと思います？はい、実はですね、6から7ぐらいあるんですね。かなり硬いです。はい。砂利なんかは4ぐらいなんだそうなので、かなり硬さがわかると思うんですが、なのでダイヤモンドの力を借りないと削り出しができないです。方法としましては、縦穴5メートル、横穴10メートル、だいたい基本的には掘っていくんですね。で、また縦穴掘っていきまして、そこにワイヤー層を通して、で、滑車を使って、機械を回しながら、滑車を回しながら、圧力かけて反対側から引っ張っていくような感じで切り出していきます。で、今はですね、手彫りの時500人ぐらいいたんですけど、今はだいたい数人で、今日なんか5人だったのが、なんか午後1人になってたりとか、はい。本当に機械化進んで、はい。少人数でできるようになりました。なので今会社の人数も20数名しかいないですね。おそらくあそこに飲みのようなものを突っ込んで、で、ちょっと圧力かけて、例えばユンボとかでこう上から押したりとかするとパカって割れるんですよ。あのままの大きさだと運び出せないので、最低、最大でも35トンまでしか運べないんですね。勾配がですね、10% 勾配で切り出すっていうのが法律で決まっていまして、ただですね、まっすぐ切ってしまうと崖崩れが大変起きやすいということで、階段状に切り出してるんです。遠くから見るとすごく細かい階段に見えるんですけど、なんと近くまで行くと3、4メートルぐらい高さがあるそうです。こちらはですね、今60年ぐらいなんですけど、この先ですね、地下なんと1キロぐらいまで良質の石取れるそうです。なので数十年先、掘ってもですね、まだまだ取れる量があるんです。なので、この先ですね、数十年経つと、またすごく変わった景色が出てくるんじゃないかなと思います。で、ワイヤー層をカットした部分があるので、すごくぐるぐる回ってるのが、ここなんかわかりやすいんですけど、ついてます。触って大丈夫なので、ぜひ触ってみてください。これもそう。ワイヤー層とドリルの部分と、手彫りの部分と一気に眺められるところなんです。水をまろやかにするそうで、下にある水槽の中にたくさん敷いてあるんですけど、水をきれいにまろやかにしてくれるそうです。あ、そうなんですか。そうなんです。で、私ですね、昔ですね、このくらいのボールでできた、ボールのようになった笠間焼きを水がきれいに美味しくなるよって言って買ったことがあるんですね。考えてみたら、稲田石がもともとは笠間焼きの原料なので、おそらくこの石もすごくまろやかにしてくれるんじゃないかと。というと、こういろんな物質が細かくぎゅーっと詰まっている石なんですけど、中にはですね、鉄だけが大きく出たりとか、水晶だけが大きく出たりとかっていう石があるんですね。すごく久々の石が置いてあったりとかするんですが、これは逆に珍しいんですよ。中には水晶の塊として出ることもあるんですが、前山採石場の方で昔、このくらいの水晶の塊が出てきたことがありますね。水晶、ちょっとグレーがかった水晶なんですけど、スモーキークォーツと呼ばれているんです。ここはですね、叫ぶとすごく気持ちいいんですよ。もう少なくなって誰もいないので、いつも午前中とかみんなが見てるんですけど。やってみますね。こちらでやるといいと思います。やっほー！あ、本当だ。そんなに響くんです。読ますと響かなくなっちゃうので、割と短めの言葉がいいです。やっほー！あ、聞いた、聞いた、聞いてた。はい、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。はい。どうもー。はい。よかったね。面白かった。
Thank you.